できるな、あのおしゃれ教場。とても気違いとは思えん。面白い。試してみますか。あれ。あれ、あれ。あれか。今のかんざしは戦闘砲だ。戦闘砲？この術は三軒を隔てた柱に吊るされた穴あき線の穴を左右同時に貫くという超人的な手裏剣法である。差し出口は無用じゃ。忍者ですかね。お前は何だ。え？ここ数日私をつけているようだが。やっぱりバレましたか。旦那も人が悪いや。いえ、あっしはね、旦那のそのお越しのものをね、なんとかいただきてえと。え、旦那知ってますぜ。無双政宗、大した値打ち者の方だそうで。盗っとか。え、旦那、あのおしゃれ教場にだいぶ興味がおありのようで、なんならあっしがつけてみましょうか。面白い。つけてみる。へい。
おしゃれ教授を乗せたカゴは風魔江戸館の門をくぐった。おゆり様、城田と千恵はきれいな八重を作るためにあのようにむつみ合っているのでございますよ。ゆり様、あなたもきれいな八重を産みたくはございませぬか。産みたい。産みたければ好きなおの子を探してあのようにむつみ合わなければなりません。どうして嫌なのでございます。きれいなヤヤを産むためには。ユリ様、どうしてもここを。バカバカ、この波岡がバカでございますか。バカ。いやあ、驚いたのなんのって、まるでお化け屋敷に忍び込んだよ。何倍で、ええ、おしゃれ教授に色ごとしな。どうしたんで。友を連れてきたようだな。おしゃれ教授をつけさせたのはただの好奇心、それが許せぬか。風魔江戸館の肘を知ったからには生かしてはおけぬ。忍びか。俺は風魔四郎太、円月殺法とやらを試してみたい。抜け、手を出すな。俺が斬る。
手前の夢を買おう。わしの商いは夢買いじゃ。老人、おしゃれ教授の夢は売らんか。我が一族には数代にわたる宿敵がござる。公儀御庭番の中でも残忍をもってなる紅組がそれ。いかなる巡り合わせか姫はその棟梁正木平左衛門が一子要に恋をした。姫の手で子が紅組の狂人に倒れ申した。その現場を目撃した姫はそのまま狂うたのでござる。おなごとして生まれてきた以上、おなごの喜びを知らせてから死なせてやりたい。なることによってあるいは正気に戻るのではないかという悲願が込められておる。そのためああして町を歩かせておるのじゃが、何分強者のこといえ寸情を介せず、男たちもまた強者と見てこれを避ける。それをしなかったのは眠り殿お手前一人だけじゃ。眠り殿、お手前あの百合姫を抱いてやってはくださらぬか。私だ、正木要だ。わかりませんか。浅っかなめ、この面下げて姫の御前に。覚悟はできていいよな。
気に合いでね、娘さんの仲間はみんなこの通りだ。きったな、正木要とかいう侍でどういうわけか耳たぶ赤く染めてましたね。くれない組じゃ。このまま行かれるのか。正木要を切るのはわしの役目ではない。わしの今の役目はお手前に姫を抱いてもらうことだ。よろしくお願い申す。だな誰を抱くんですって。まさかこの吉次を。え、ねえ旦那、このおしゃれ教授を本当に抱くつもりですかい。よしといた方がいいと思いますね。何しろ相手は風魔、君子危うきに近寄らずってね。なんだ、なんだろう。なんで。正木要って野郎でさ。百合殿を渡せ。そう言われるとかえって抱きたくなる。おのれ、大お主たちの屍をおしゃれ教授を抱く引き出物にするか。さすが正宗、よく切れるわ。なぜ眠り京四郎を襲った。京四郎に切られたものは全くの NG だ。目的は気の触れた女か。はい。市場のために兵を発せる。紅ない組の掟を忘れてはいまいの。花目、今日の不始末は忘れてやる。その代わり風魔のおしゃれ教授をその方の手によって殺めるのじゃ。父上、それができぬとあらば我が子といえどもその方を切らねばならん。むごい、むごすぎる。
我ら紅組には情愛は無用じゃ。なんだかこう悲しいほど綺麗ですね、この姫様。ね、このおしゃれ教授がいたんじゃ、またぞろおかしな野郎どもが。それを待っているのだ。え？狙いは私ではない。旦那の言うことはさっぱりわからんしねや。お頭の命により要殿がおしゃれ教授を殺めるのを確かめに参りました。何？京四郎とは戦いません。船が近づいてまいりました。どうなさいます？我々が先に行って捕らえておきます。さあ、さあ、さあ、はい、さあ、さあ、さあ、はい、はい、はい、さあ、入って、はい、さあ、行きましょう。さあ、急いで。待て。男の嫉妬は見苦しい。違うのだ、ユリ殿の命が危ない。助けたければ私を切ってから行け。
切れ、切ってくれ。どうせ生きていても父に切られる身だ。私は百合殿と共に相果てるつもりでした。旦那、百合殿。百合殿。承知いたした。まことか。ただし条件がある。床入りは敦盛の面をつけて執り行われた。その訳は。水郷と心得ていただいて結構。時は今宵。旦那、お迎えですね。せがれを奪った風魔の祝言とあらば、積年の恨みを晴らす良い折じゃ。
あ、これ、閉めなさい。ユリ殿、殿は正気に戻られたか。いや、狂気のままでござった。狂ったままであったなら殺めずに済んだであろう。いずれにしても
敵に抱かれた女子は殺さねばならん。起きてか。風魔一族始まって以来連綿として続いている掟は守らねばならん。兵隊もんか。紅組の頭としてではなく、正木要の父親として見るがよい。いかなる起きても生きてゆくためのもの、殺すためのものではない。あくまでも両家の起きてを守らねばならんというのならば、お手前方が決着をつけることだ。儚く夢は終わった。夢から覚めてその後を誰も追うことはできない。見知らぬ道を
独な影が行く。おい、お花ちゃん、酒がねえぞ。今のご時世にまだ神隠しなんてことがあるんでしょうか。女は魔物だ。どうぞ。おいおい、江戸の名物男、岡っ引きドブが京四郎と張り合って怪事件探索に乗り出す。次回、眠り京四郎にご期待ください。